こんにちは、花クラブの宮川です。今回はコスモスだけを束ねた花束のご紹介です。ご覧のように横から見ると普通の花束ですが、上から見るとなんと真ん中が空いたリース型になっています。可愛く仕上がっていく過程を最後までゆっくりご覧ください。綺麗な紫のカラーワイヤーです。このワイヤーでまずは土台を作っていきます。先端をくるんと丸めて危なくないようにしておきます。ぐしゃぐしゃっとランダムにワイヤーを丸めていきます。少し残しておいてワイヤーを長く伸ばしていきます。結合が悪い部分はワイヤーを引っ張り出して引っ掛けたり丸めたりして分断しないようにまとめていきます。指で丸めたりマーカーに巻きつけたりしてもいいですね。ワイヤーの厚みはほぼ同じぐらいを目指します。この幅、ワンストローク程度の直径にします。丸くリース状にできたら、残したワイヤーで縫うようにして結合を強くします。最初と同じように先端を丸めて危なくないようにしておきます。これでリース部分が仕上がりました。20番ワイヤーです。4本使います。2つに折り曲げます。ハサミを使ったり、指や爪で固定しておいて折り曲げたり、どちらでも OK です。土台に通して交差させてからねじります。一旦水平にしてからねじると隙間ができにくくなります。2本目は対角位置に取り付けます。
同様に4本を十字に取り付けます。土台をテーブルに当てておいて、4本のワイヤーを1つにまとめます。テーブルに当てることで、土台が斜めにならず、水平にしてくれます。ワイヤー1本で全部をまとめます。カットしてベース完成です。次は花材の掃除です。葉や横枝を外しておきます。土台にコスモスを通して組んでいきます。組み方はスパイラルです。最初は十字の位置に配置します。十字に入ったらランダムで OK ですが、バランスを見ながら組んでいきます。ワイヤーはコスモスの色に合わせてチョイスしました。今回はオーソドックスに花色と合わせましたが、この色の選択で見え方は変わります。また違う素材で土台を作ってもイメージが変わるので、そういう点も面白いですね。ワイヤーに通さないコスモスがあっても OK です。内向きに当てて、お花が垂れないように組み込みます。この土台のことをテクニカルヘルプと言います。名前の通り、テクニックを助けてくれるアイテムになります。テクニカルヘルプのおかげで真ん中を開けたリースブーケが作れるわけです。今回はリース状にしましたが、ワイヤーなので形は無限です。お花や作りたいデザインに合わせて自由に作ることができます。デザインの幅が広がるので知っておくと便利です。この動画の人気があれば、またいろいろなテクニカルヘルプのデザインを紹介したいと思っていますが、どうでしょう。二股のお花も使います。上手に組み込んでみましょう。ただ入れるだけではなく、お花の向きにも注意します。リースの内側にも配置します。花材がどんどん増えて、重なっていきますが、上から乗せるお花で、先に入れているお花が傷まないように注意します。そして、中心の花のない部分が円形になるように、いびつになりすぎないように注意します。緩まないようにしっかりくくりますが、きつすぎて茎を傷めない程度に締めます。ステムをカットして完成です。綺麗ですね。可愛いですね。制作のポイントはこの花の重なりです。綺麗なリース型を作りながら
お花を傷めないように重ねていきます。一見難しそうですが、ベースにお花を通すだけなので結構簡単です。コスモス1種類だけですが、ゴージャスで可愛い花束になりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。